ありがとうございました。ございます。ザブザさんと申します。よろしくお願いします。ザブザさん、私が、ベースのザブザさんと申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。はい、でキーボードがこの前あれですね、口が裂けても言えません、あのインフルエンザになって今もまだ菌を体の中に持ってるんですかね、あなたは。口が裂けても言えませんがね。はい、源ちゃんでございます。で、あなたはさっきから大活躍ですね。あなたですよ。ハンちゃんでございます。そうですね、こういうジブリとかディズニーとかをずっとやりたい、やりたかったんですよ。やりたかった。本当は食堂前ライブでやろうと思っとったんだけど、なかなかね、一人一人の、あの予定とかがこうなかなか合わなかったりだとか、うん、まあほとんど言い訳なんですけど結果この最後の最後でやりたいことを思いくそ全部、うん、そう、もうやってやろうかと、もう自分らのほぼ自己満足でやってやろう、うん、その代わり、ね、みんなの知っとるジブリとかディズニーの曲、せめてもの、ね、本当はもっとコアなとこやりたいんですよ、僕ら。みんなが知らんようなディズニーの曲、ディズニーの曲とかね、みんなが知らんようなジブリ、大人のディズニーと大人のジブリをねやってやろうかと思ったんですけど、それはさすがにやばいんじゃないかということで、あの皆さんが知ってるであろう曲を、知らん曲がないっていう、そうピックアップしてまいりました。さっきの曲はですね、あれですね、魔女の宅急便の、海の見える街という曲でした。はい、で次は今度はディズニーです。ああ、今度ディズニー、今さっきジブリで今度ディズニーですね、うん、もう一番好きなディズニーの映画の、たまらんっすねそう、あなたディズニー知らないんですよね、あんまり。この子ディズ、そうディズニーを知らないんです。皆さんディズニー好きな人、まあディズニーは嫌いだなんていうやつはいないと思うんですよ世の中に。いや、見たことはないけどディズニー嫌いだなんていうやつはいないと思うんですけども、こいつはディズニー嫌いだのパターンなんですけどもまあそんな感じでディズニーやりますか。ディズニーやります。はい、じゃあ曲、美女と野獣のテーマやりたい。
はい、ありがとうございます。いい曲ですね、この曲は。あれ確かに僕ディズニーでは一番好きですね、あの美女と野獣が。ね、美女と野獣どっちが好きですか？はあ、お前何を言いよるんじゃ美女と野獣どっちが好きって、いや、まあ、まあ僕はどっちかというと美女になりたいですね。なりたいの？なりたいんです。え、こういうんじゃないの？はい、あ、結構劇団四季とかでもやられて、劇団四季のやつ見に行ったことありますか？ないでしょう。僕ありますよ僕ありますよ。あの昔の彼女のお父さんが教育委員会でなんかその力を駆使してなんか取ってくれた S 席で見ました、ね、いや素晴らしいですよ。何のドヤなんですか？何のドヤなんですか？分からんはい、そんな感じの、美女と野獣でした。どうもありがとうございます。ここにいらっしゃる皆さんは美女と野獣だと思いますいい意味わからんとか言わんでくださいよお前俺が一番意味わからんなんだけど、はい、で次の曲は、次は千と千尋の、あー、千と千尋のどれなんでしょうか知りませんけどもはい、あれですよ、皆さん結構静かに聞いても、なんか、ね、寝ながら聞いてもらってもいいんですよ。なんなら飲み物とか取りに行ってもらって、さっきまでねなんか雪地がよっしゃーと言ったけあの、それの反動でこう静かなライブを私たちはね、こうアダルティーな感じでやっていこうと思うんだ。やろうか。やりましょう。千と千尋の神隠しで、あの夏へっていう曲です。
いい曲ですね。あの夏へあの夏へですよ。あなたはあの夏何がありましたか。あなたに聞いてるんですよ。あの夏です。あの夏ってどの夏なんでしょうね。去年の夏、うん、去年の夏は俺インドで死んでましたよ。あ、そうですよ。こいつね、あれなんですよ、インド行ってたんですよ去年の夏。インド行って何でしたっけ、バナナ食って食当たりになってゲロゲロピーピーやっとった感じですよね。いや言ったんですよ、ゲンちゃん君みたいなね、なんかこの細くてなんか白っぽいやつは絶対ねお前行かん方がええでみたいな。行ったら絶対しかもこいつなんかインド行く前に、いやハンちゃん俺インド行ってくるわ、頑張ってこいみたいな、なんかどういう意気込みで行くんやみたいな感じで言ったら、いやもうガンジス川全部飲み干してくるわって。あー飲み干してこれですよ。そしたら気づいたらなんかバナナでなんかゲロとかゲリとか出してる。そうすごい。 やめとけっつったんですよ、こんまにね、君みたいなのはすぐにやられるんだから、お腹の中ピー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 になってから泣きながらザブさんザブさん言うようになるよ。案の定ですよあなた。ねえ、そんな彼も今年ですね、卒業してどこに行くんでしたっけ今度は。ラオスです。ラオスですよ皆さん。ラオス分かりますか。ラオスどこにあるんですか。ラオスベトナムの左側です。そうベトナムの東、左です。中国の下です。中国の下のベトナムの左ってこの辺か、挟まれてる感じです。え、日本がこの辺にあってここ。そうですね。はあ。いや、ラオスに何をしに行くんでしたっけ。楽器を教えに行きます。そう、楽器をしに、何でしたっけ、少年少女冒険隊でしたっけ。すいません。青年会が協力隊です。あ、青年会、あの CM でやってるやつね。少年少女冒険隊ではない、いやそうではないということですね。はい、いやこれもね、いや源ちゃんやめとけって言ったんですよ僕は。あの君みたいな子はすぐにやられるんだからやめときなって言ったんですけど、単純にね、あのこの僕メンバー、このいいですかちょっと、この2人僕大好きなんですよ。この人ね、3人のうち誰かでもかけたらね、僕すごいかな、寂しくなるんですよ。そしたらこいつ2年間ぐらいラオスに行くって言ったら、俺2年間どうしときゃいいんって思ってから、なんか寂しいなと思いながら、できれば行ってほしくないなと思うんですけど、まあこっから先ね、なかなかこう3人でライブすることも減っていくのかなと思って。え、今日が最後じゃないですよね。まだライブあります。まだありますよね。3月2日にあるんですよ。3月2日に並木ジャンクションで、あの私たちの、自己満ライブ2015をやりますので、皆さんよかったら来てください、はい、もしかしたらそれが最後になるかもしれないんだろ。森岡君と竹豊君も出てくれるんで。そうですね、素晴らしい。あとのバンドは俺と源太は全部出ます。そうですね、1時間半ぐらいずっとステージで、はいはい、ひたすら演奏するっていう、はい、でちなみに私も歌います。私も歌います。みんなも歌います。そう私一バンド、ザブザーバンド西本願寺派っていう名前のバンドがあるんですけども、それであの歌うんで、その時もこの2人がバックやってくれるんで、もしかしたらそれがこの3人がその最後のライブかもしれないということなので、もしよかったら、はい、来ていただければ。打ち上げも参加してもらっていいんで。そうかぶせてくるね君、僕が。打ち上げも参加してください、はい、もっとちゃんと喋ればいいのに。違うよ、これね、こっから動かすとね、またこう戻す時がちょっと。あーなるほどね、戻す時にどうこうなるらしいので、我々も次の曲は最後ですが、またねこう一緒に3人で集まってこういうことができる日が来るといいね。ということで、最後ぐらいは明るくてぴょんぴょこぴょんぴょこしてぴょんぴょん。やろうか、これ最後。あ、ジブリだよ、また最後もジブリですよ。ジブリのトトロから。そう、トトロよ。トトロのトトロだよ。トトロの拾えや、ちゃんとさ、もうちゃんと打ち合わせしただろ。なんかこう俺がなんか変な球投げた拾うって。俺人生初 MC なんですよ。あ、そうなんですか。大変ですね、じゃあ頑張ってください。曲やります。はい、やりますか。最初僕とは、あ、一緒に始めましょう。はいよ。
ちゃん、じゃあまずははんちゃん。ありがとうございました。また3月2日に会いましょう。